そのシャリンガン。あんたの死に様だ。では。血取り流す。強くなったら。もう一度言う。最後にあんたに聞きたいことがある。そう言ったんだよ、クソ野郎。なぜそんなことを気にする。一族を皆殺しにしたあのタイミングで、あんたはもう一人の存在。いくらあんたでも刑務部隊を一人でやれるはずがない。ウチハマダラだ。ウチハマダラ。何が知りたい。最後ではないが、いくらあんたでも刑務部隊を一人でやれるはずがない。そうっしゃ、マダラならとっくに死んでいるはずだ。人は誰もが己の知識や認識に頼り、かつてお前が俺を優しい兄だと思い込んでいる。ひどい現実の中にいるのだとそう思いたかった。相変わらず強気な物言いだな。小芝居に付き合うのはこの辺でいいだろう。強気はいいが、サスケ、お前はまだ大した自信だ。万華鏡はいずれ光を失う。キュービを手なずける動力。なんだ、答えろ。さっき話したな、この目は特別だと。永遠の万華鏡シャリンガン。ただし瞳のやり取りは一族間でしか行えない。それがこの目のもう一つの秘密だ。そして忍び最強と謳われていた火影と里の方針をめぐって対立、主導権争いだが、それも四代目に阻止されてしまった。そして今、俺はマダラを超える力をようやく手にでき、お前は俺のスペアだ。親兄弟で殺し合い、そうして力を誇示し続けてきた。制約をのけ、己の器から己を解き放つ。どうやら心の中の俺がちゃんと見えたようだな。野望はある。一族の復興とやっとたどり着いた。万華鏡シャリンガンを持つ俺に勝てはしない。あんたの現実は。打ち合いの中で影分身。
お前と俺の。だって突く読みを食らったんだよ。もう動けやしないんだ。お前、手裏剣を持っていてもタス人の投げる小石。言ったはずだ。それこそ、そのセリフそのまま返しておこう。本気になったようだ。これなら、あの…じゃあここからは直接忍術のぶつかり合いってことだね。出るか、アマテラス。この程度の傷じゃ。カトン溶火球。あの術は燃やしたいところを目視し、その対象が炎であってもだ。アマテラス、アマテラスを回避したオロチマル流の変わり身の術。一瞬だ。さて、ご希望通り再現しよう。あんたはここで死ぬ。この術は天から降る雷。俺はその力を。術の名は麒麟。ダチは死んじゃったのか。本当に強くなったな、サスケ。俺の最後の切り札を見せてやろう。
さ、サスケ、お前の術はこれで終わりか。出るものが出てきたな。これよ、これを待っていたのよ。この剣はまさか戸塚の剣だ。突き刺した者をついにの現実世界に永久に行った。ずっとオロチマルが探していた。やっぱイタチはすっ。これでお前の目は俺のものだ。イタチ死んでない？